それはお前の財布じゃねえぞ。それだ。このガキ、また敵国の移民か。どうやってここに来た。船に紛れ込んできたんだろう。言葉が通じてないな。海に放り投げるってのはどうだ。いや、右手をへっしょってやろうぜ。二度とすりができないようにな。見せしめに通りの目立つところにしばらく吊るしておこう。そうすりゃコソ泥もちっと減る。そんな、やりすぎです。私の財布は無事なんですよ。これはジョーちゃんの問題じゃねえ。しっかり罰を与えて示しをつけねえと。ここで商売して生きてる俺たちの問題だ。何よりユーミルの民かもしれねえ。ここ数年どの国も血液検査に躍起になってるからな。悪魔の血がその辺に紛れてちゃ夜も眠れたもんじゃねえよ。おい、あんたは何をしている。誰がスリだと言った。俺はお前の財布じゃねえと言っただけだ。このガキの姉貴の財布だってな。いやー、複雑な家庭なものでね。ね、お姉ちゃん。ああ、弟がご迷惑をおかけしました。ふざけんな、そんなデタラメ。行くぞ。おい、待て。